どうも皆さんこんにちは。本日は投票の方を行っていこうかなと思います。で、今この3つのギアがね出てると思うんですけど、チームが1日貸し切るなら宮殿、遊園地、ビーチと、なってます。はい。で、多分一番多いのって俺的には遊園地だと思うんですよ。投票率、貢献度とかも全部もうなんか強いと思うの、遊園地は。だから人が集まるから、もう俺遊園地以外にしようかなと思いました。遊園地の人はごめんなさい。オリナちゃんはビーチか宮殿に入ります。で、まあ、考えたんですけど、まあ俺サメ嫌いなの、サメ怖いの。海に行くとサメがいるじゃん。まあ、ビーチにはいないか。で、宮殿は暑いから嫌なのって考えたら、一番遊園地がいいんじゃないかなって思ったの。なぜならディズニー好きだから。俺はアリエルの曲歌えるぐらいディズニー好きだから全く関係ないんですけど、まあ、もちろんディズニー以外でもね、遊園地好きだ、遊園地あるし、まあ俺は横浜にね生まれ育った町だから、あのコスモワールドって多分みんな調べるとわかると思うんですけど、まあ、必ず横浜に住んでる人はあのコスモワールドに行くと思うんだ。だから遊園地もありだと思った、横浜にあるからって考えるとね、悩むのよ結局。どうしよう。おい、どうした、隅っこでたすがれるなよ。何やってんの、チーム決められないの。ん、その色何、赤っぽい色。ちょっとこっち向いてよ。何そのアロハシャツ。フェスのさ、T シャツにあんなアロハシャツないぞ。あいつ何チームなんだ。あいつもしかしたら動物園チームに入ってるのかもしれない。マジで決められないよ、どうしよう。マジで決められない。全部さ、貸し切るのはダメなの。お金持ちって全部貸し切るじゃん。なんかさ、土下座とかしたら全部貸してくれないかな。全部一個ずつ貸してください。お願いしますって言って、丁寧に、誠意を込めて言えば貸してくれるんじゃないかなと思うんですけど。いや、決められないマジで。でも俺横浜住んでるから遊園地もありだなと思っちゃった。遊園地にしよう。このノリで。このノリで遊園地にしちゃった。いいのかな。頑張ろう。ね、みんな遊園地チーム入った。頑張ろうね、遊園地チーム。どう、このベイスターズカラーの T シャツ。横浜の遊園地だし、ベイスターズかなって。ってのもあるかもしれない。俺が野球好きだから。どう、似合ってますか。いいでしょ。